備は万端。じゃあ行こっか。私についてきて。なよ、どこ行くんだ？ ID の受け取り。あなたたちの身分証明書ね。ちいちゃんも ID を受け取るって言ってたけど。それは別の ID ね。この町で生きるにはいくつもの ID が必要なの。神羅の神羅による神羅のための町だから。神羅横暴。ユフィ先輩、他人の家では猫かぶれだよ。いやユフィ、スラムの感想は？人が多い。イラッとする。あと匂いがどこどこ。匂いは確かにね。でもすぐに慣れたな。人の多さもすぐ慣れる。この町の包容力はすごいから。え？気になる言い方。ナヨ、ミートガルが好きみたい。ぶっ壊しちゃうんでしょ？私たちの敵は神羅カンパニー。ウの衆と一致してるのは破天だけかも。でもさ、ニュースで見たよ。マコールが爆発したって。あれって事故じゃないよね。アバランチがやったんだ。ごめん。どうしたの？あれ、分派の連中。分派って？方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。お疲れ。派手に決めたな。これで5番マコロも。あれ、クラウド？はぐれちまった。おいおい、クラウド、大丈夫だよね？決まってんだろ。あれぐらいのピンチ、のんのく切り抜けるさ。自慢話一丁追加ってなもんだ。うん、そうだね。それにしてもプレジデントの野郎、俺たちがウータイの手先だ。バカにしやって。アバランチは誰の手先でも。おっと、おっと。気になる情報がある。ウォールマーケットのドン・コルネは手下を使ってあんたを探してるらしい。え？コルネオが？こっちはな、シンラを相手にしてるんだ。しょっぱいチンピラなんかほっとけ。ティファ、俺たちはこの後も走り続けるだろう。そのためにも今は休んでくれ。うん。あ、私やっぱり調べてみるね。気をつけろよ。マコールは彼らの仕事よ。もう挨拶しとく？いや、やめておこう。あの連中、もう神羅にマークされているかもしれない。近づかない方がいい。うん、私もそう思う。分派の連中はね、神羅とガチで戦うつもりなの。いわゆる武道路線。いいじゃん。ナヨたちは違うの？私たちの目的は神羅カンパニーからミッドガルを解放すること。だからたとえそのためでも市民の生活は大切にしないとね。町を壊すのは違うと信じてる。ウータイはやられたよ。だからこのままじゃ終われない。それは知ってる。君たちはよく我々を受け入れたね。この協力体制は未来への架け橋になる。そう判断したの。我々を分派と組ませたら大変なことになる。そういう判断じゃないのか。この話後にしない？じっくり話して理解し合おうよ。うん、後にしよう。あとあと。ねえ、究極マテリアってどんなもの？神羅から盗んでどうするつもり？どうするって、マテリアがあれば強いじゃん。究極マテリアだからきっと究極に強いよ。なるほど。楽
しみ。補足すると、我々が神羅の拠点に潜り込んで最新の研究成果を奪取すれば、神羅にとっては屈辱的なその事実をもってして、ウータイは侮れないという印象を連中に植え付けることになる。だよね、先輩。そうそう。あれ、見ろ。なあなあ、町のビューティーさん、一攫千金のチャンスだよ。応募資格はそのルックス。いや、あなたが持つ美貌で稼いでみませんか。ほら、素通りすんな。子供はあっち向いてて。はい、お見なさいでねっと。ウォールマーケットの豪邸で悠々自適な暮らしが。もしかしてコルネオのお嫁さん探し。あなたは何？推薦人？あった、話が早い。俺は推薦人の助手。仲良くしといて損はない。何するの？話しなさい。悪いよね。子供舐めるな。アンド、私は子供じゃない。それに私だってビューティーだ。はっ、まずいことになったぞ、ビューティーガール。お望み通り、子供扱いはおしまいだ。うわっ。意外と頑張るな。この鍵を舐められたら終わりよ。ああ、
兄貴兄貴とんでもないビューティーを確保しました。本当かこうこうそんでもってこうよ姉ちゃんたちごめんな俺妥協しすぎだった。行くぞ雨よ。ドン・コルネオの手下よ。甘い言葉で女の子を騙してウォールマーケットのお屋敷に連れて行くの。コルネオの屋敷を見たよ。悪趣味なのは建物だけじゃないんだな。あろ？ソノン詳しい。敵情視察の一環だよ。ここが指定された ID の受け渡し場所。誰が来るの？さあ、前は偽造職人みたいな先輩がいたけど分派の方に行っちゃったの。だから今回は別の偽造屋に頼んだ。ねえねえ、あの人どうしたの？魔鋼中毒、ソルジャーのなり損ない、あるいは慣れの果てだという者もいる。どっちにしても神羅の犠牲者だ。また神羅か。神羅め、神羅にクレームを入れるならこれが必要かもな。上への越境用 ID だ。列車の中でスキャンされるから肌身離さず持ってろよ。ありがとね。ちょっと待って、食べてみて。おいしいよ。硬っ。みんな軟弱だね。じゃあアジトへ戻ってジージェを待とう。ID が揃ったらいよいよ作戦開始。先輩、マコーロが爆破されて町の状況は一変。ナヨたちに協力してもらって警備状況だけでも把握しておかないと。
何かな。予定変更、支柱の下で待つ、急がれたし、ジージェ。予定変更？支柱とは？スラムの屋根を支える大きな柱、案内するね。急がれたしか。いや、ちょうどいいよ。ここまでゆっくりしすぎ。やっぱりユフィはせっかちなの？そう、ウータイには珍しいタイプだね。突然変異かもしれない。おお、それかっこいい。もうすぐだよ。あ、ジージェだ。ああ、ちょっと待って。おいお前、聞いてるのか。おい、うん、あ、モグリ。待て。追いかけよう。ジージェのこと頼んでいい？私は戻ってみんなに知らせなくちゃ。あ、あっちだ。先輩、必要なものが町を離れるように準備した。じいちゃんってば、何かやらかしたのかな。俺たちのために無茶をしたのかな。責任感じるな。先輩、もう逃げ場はないぞ。いえ、どこまで知っている。言ったら命はないんだろ。何？王蔵。わあ、もしかしてジージェもウータ出身？感心してる場合じゃないよ。思っていたよりまずい状況だ。急ごう。
Ha!
ど。
備えよう。我々も合流する。3番がメインピラー整備場付近で例の男を確保。俺たちも向かうぞ。メインピラー整備場？そんな奥まで入り込まれたか。まったくだ。行くぞ。あ、つけよ。ちょっと待て先輩。貴様
に見えているのがメインピラーだよ。ミッドガルを支える大黒柱だから、奴らが話していた整備場はあの辺りだ。なるほど。急ごう。
やばいの来たわ。手加減しすぎたかもね。